ういったね。ということで本日は富士クラシックより18ホールのラウンドをお届けしたいと思います。おとといティーチングプロ選手権で83を打って昇進しておりますので、今日はレギュラーティーから心のケアのラウンドをしたいと思います。311ヤード3番ウッドです。残り85ヤード第3打目、18度です。風はフォロー。ピンまで150ヤードアゲンスト8番アイアンで打ちます。9番アイアンだった、打ち方変更。恐るべし高原。3番ホール351ヤードパー4です。2打目は76ヤード向かい風です。58度で打ちます。ちょっと右足寄りのゲライナーのイメージですかね。低めのイメージで切れる。408ヤードパー4番ホール。では膝行くかな。Thank you.
5番ホール415ヤードパー4。ちょっと低めの球でここはいつも打ちます。アゲンストで160ヤード7番フェード、アウトサイドインでフェード。ナイスショット、乗った。この5番のグリーンはこの右端から左奥までこれ70ヤードくらいあります。危ねっ465ヤードと短いパー5なんでイーグルを狙っていきたいと思います。いいとこ行ってます。173フォローなんで8番アイアンで行きます。結構振ります。当たりが悪い。あーけど乗った。光源マジック。7番ホール370ヤード池があるので3番ウッドで打ちます。左からフェードボール、風も左から。黄色が映えますわ。ピンまで90ヤード58度で打ちます。ここはピタッと行きたいです。どうも。8番ホール、ショートホール、ピンまで157、アゲンスト、7番でいきます。左に乗りました。セカンドショット120ヤードアゲンスト、49度のウェッジで打ちます。ピンはちょっと難しい、右奥に切ってあります。
やっちまった。